はい、今日はアウトドアとは関係ないのですが、犬や猫の殺処分について考えたいと思います。これはあくまで私の考えです。まずペットを飼った人にはペットの命が尽きるまで責任を持って飼ってほしいです。そしてこれは自分勝手な感想かもしれませんが、国がペットショップをなくして、ペットショップの関係者などをしっかりとした職業に、また再就職をすればいいと思います。ドイツでは命を売ることは、ペットショップなどはなく、日本もそれをすればよかったと思います。そして、犬や猫は1日850匹も殺されます。これはこの責任はペットを飼ったのに最後まで責任を持って飼わなかった人の責任です。なのでペットを飼ったら最後まで飼ってほしいです。猫や犬の子猫や子犬は焼却処分ですぐに殺されますが、大人の犬や猫は CO2 二酸化炭素ガスで殺されます。しかしそのガスは死ぬまでには10分間あります。10分間の間、大人の犬や猫は苦しまなければなりません。せめてその焼却 CO2 で処分するのだけはやめてほしいです。殺すなら苦しまないように殺してあげたいです。なので皆さんのご理解をよろしくお願いします。それではさよなら。